パザルジクは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、パザルジク州の州都である。マリツァ川の両岸に広がり、その都市圏人口は、約16万人である。生新女聖堂の正面入り口パザルジクは、今日のウクライナのビルホロドドニストロフスキー近辺から1485年に、移住してきた、タタール人によって築かれた。この場所は、 マリツァ川の砂岸に位置し、この地域の市場に近く、生産性の高いこの地域の交易路であり、タタールパザル軸と名付けられた。この地理的好条件のために、タタールパザル軸は、急速に発展を遂げた。時計凍鉄比較、米の取引が栄えた。1787年、ジェラルド・コーニリアス・ドリッシュが、パザル軸を訪れた時、ここの建物は、 その建築、大きさ、美しさにおいて、ニシュやソフィアなどにも勝ると記している。ニコライ・カメンスキー率いるロシア帝国の軍が1810年、包囲の後に、パザル軸を占領したが、オスマン帝国に奪還された。19世紀中頃、パザル軸は、人口およそ2万5000人の都市となっており、工芸と交易の重要な拠点であった。火曜日と水曜日には、 大きな市が開かれた。電報のある郵便局が設置された。1837年、生新女聖堂が建造された。この聖堂は、その建築と木造の彫刻によって、重要な国家的遺産となっている。19世紀の中頃のバザル軸は、文化的な拠点としても発展し、1847年には、学校が、1848年には、女子学校が、 1868年には、チタリシテが開設され、1870年には、女性連合プロスベタが結成された。ロト戦争の間、町は退却する、トルコ人の軍によって焼き払われた。パザル塾は1878年に、ロシア帝国の将軍ヨシップ・ブラジミロビチ・グルコによって、解放された。パザル塾は発展し、マリツァ・カワウガンにまで拡大した。ウガン地区には、 弊社や農学校が建設された。20世紀初頭から、パザル塾には、工場や店舗、家屋が建造され、工業地区が形成されていった。1959年から1987年まで、パザル塾は、地方の行政の中心都市であった。1999年以降、再びパザル塾は、地方行政の拠点となった。パザル塾歴史博物館、 ビデリナ文化拠点パザルジクの生信女聖堂は、デバル学校の匠たちによって描かれた、ブルガリアで最も重要なイコンのコレクションを有している。また、新約聖書や旧約聖書にあるシーンを描いた木彫りの彫刻や、スタニスラフ・ドスペフスキによるイコンもある。この他のザルジクの文化的遺産としては、時計塔がある。他のブルガリアの都市と、 同様、パザル軸にも歩行者専用の通りや広場があり、ヨーロッパ各地に見られるようなカフェや歩行者道路の文化を持っている。パザル軸の歩行者専用地区は、他のブルガリアの都市と比べて規模が大きい。パザル軸には、複数の歩行者専用の路地があり、あるところには5本の異なる歩行者専用の路地が、交差する地点がある。中には短いものもあるが、多くは長く続いており、 また他の歩行者専用の路地と交差している。このようにして、パザル軸には歩行者専用路地のネットワークが形成されている。温暖な季節になると、終日の午後や週末になると、多くの人々が路地を散策し、あるいはカフェに座っている姿が見られる。パザル軸基礎自治体には、その中心であるパザル軸をはじめ、以下の町村が存在している。AB 2008年10月8日閲覧、ありがとうございます。